皆さんこんにちは。こんにちは。今日はお味噌汁の紹介なのだ。ショート動画にしたお味噌汁とはちょっと違うわね。作ってる会社さんは同じだけど、豪華にしたというか普通にしたのがこれなのだ。どちらも入り数は12色だけど、トップバは3種類、花丸木は4種類で構成されていて、値段はこんな感じなのだ。値段は約 1.4 倍の差があるわね。味噌は共通で具が違う商品、トップバは長ネギ、わかめ、油揚げが各4個入ってるよ。あれ、味噌は光味噌さんだけど、具は違っていて、群馬県の株式会社松本パックが担当してるね。群馬なのに松本なのね。代表が松本さんだからだね。納得。作り方も普通だね。最後に具の栄養成分を確認。横も特にないね。次は花丸木ね。創業は大正7年、本社は長野県伊那市。お母さん味噌や風味一番って味噌が有名みたい。僕が住む岐阜県は愛知の影響が強いから、あんまり聞いたことがないんだよね。大体料亭赤だしでしょ。さすがにそこまでじゃないはず。花丸木は長ネギ、油揚げ、わかめ、豆腐の4種類だね。トップバは豆腐がなかったわね。自社製品で豆腐やナスの味噌汁があるけど、3つに絞って値段を抑えたのかな。作り方も特に変わったところはなさそうだね。よし、オッケー。じゃあ中身の確認をしていこっか。切れる場所が違うわよ。後ろの真ん中くらいで切っちゃったら輪ゴムで閉じられないじゃない。長めに使う商品はちょっと考えてほしいね。具は随分ピカピカした袋なのね。花丸木も真ん中から開けるタイプだね。こちらは縦長のパックね。トップバと違って初めから味噌が1色ずつ分かれてるね。こういうところにもお金がかかってるのね。じゃあ重さを測っていこっか。まずはトップバ。生タイプの味噌は美味しいけど出すのが大変だね。味噌 15g。 具は 1g だね。次は花丸木。もしかして出しやすくするために縦型になってるのかな。味噌 15g。 今回はどちらも具はネギだよ。 1g ね。お湯を持ってきたから指定された量を入れていくのだ。確か 160ml ね。よし、実食なのだ。おけ丸水産。せっかくだから塩分濃度を測ってみよう。トップバ 1.1%、 花丸木 1.0%。 トップバの方が茶色いわね。そこもしっかりかき混ぜてあるからちゃんと溶けてるはずだよ。ではいただきます。はい、どうぞ。普通にインスタントのお味噌汁なのだ。以上です。いやいや、もっとないの？美味しいとか濃いとか。特に不満はないよ。よくまとまった味だと思うのだ。間違いなくショート動画で飲んだ味噌汁より美味しい。それは確かだね。じゃあ花丸木を行ってみましょうか。トップバより出汁が濃いね。しかも具が大きいから存在感があるのだ。具の違いは食べ応えに関わってくるから結構差があるよ。でもこれは好みもあるかな。じゃあ星評価を聞かせてくれる？トップバ星4、花丸木星5だね。評価が分かれたわね。味は花丸木の方が上だけど、飲み比べないとわからないかも。大きな違いは具だね。1食5円の違いだけど満足感が変わってくるよ。味噌汁の具を楽しみたい人は花丸木が良さそうね。すごく差が開いてるわけじゃないから、値段で選んでも問題ないと思うのだ。プライベートブランドとしては正統派って感じかしら。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。味噌の甘い辛いは塩分と麹具合で決まるらしく、塩分が高いと辛め、米の割合が高いと甘くなるんだって。